どうも皆さんこんにちは。今回から私、実況を務めることとなりました、アキラです。聞くことによると、フジオワールドさんが、自分で喋ると、どうも草って言ってましたので、担当することになりました。さて、内容的には、ほぼ鉄道の内容関係になるかと思います。どうぞお付き合いのほど、よろしくお願いいたします。鉄道全面展望動画の基本的な撮り方は、この4つです。1. 右側、運転士さんの反対側から撮る。運転士さんの真後ろは見える部分が狭く、全面展望動画撮影には不向きです。中央、レールの上よりも右側をおすすめします。右側のウィンドウは非常に広く、カメラを構えやすいのと、トンネルに入った時に右の部分だけは運転士さんがブラインドを閉めないことが多いためです。トンネルでは光の反射を防ぐために運転士さんはブラインドを閉めます。サイドに座席があるタイプの列車は真ん中レールの真上付近で撮るのがいいと思います。 2. 手で持って撮影する。手で持つと振動がカメラに伝わりそうですが、意外にそんなことはありません。最近の手ブレ防止機能は非常に優秀なので、少しぐらい左右に揺れても動画編集時にはそんなに気になりません。個人の意見ですが、三脚やガラス面に固定する器具を使うのはおすすめできません。おそらくこれらの器具を使った方がクオリティは上がると思います。しかし場所を取ったり、前面のガラスを傷つける恐れがあります。器具を使う場合は絶対に許可を取るべきです。許可が下りない場合は手で持って取りましょう。手持ちでも十分です。 3. 最大連続撮影時間に気をつける。ほとんどのデジカメは約30分で強制的に撮影が一度終わってしまいます。カメラによって違いますが、先に紹介したキャノンの SX700HS では 4G 約15分で強制的に一度遮断されます。なので駅での停車中に一度自分で中断しないといけません。長い全面展望動画を撮るときは中断しながら撮ることになります。初めての路線では時刻表を調べてどこで中断するか計画を立てておきましょう。全面展望撮影では走行中に強制終了されると最悪です。ズームはかけない。基本的に鉄道の全面展望動画撮影時はズームはいじる必要はありません。ズームをかけると窓枠などの障害物がフレームに入らないようにでき、全面展望を強調できるのですが、ズーム撮影には致命的な欠点があります。次はマナーについて説明します。 1. ラッシュ時は避ける。これは当たり前ですが、混雑した車両では他の方に迷惑をかけるどころか、特に鉄道の全面展望ではまともな映像は撮れません。混んでいたら撮影は延期するか違う路線を撮りましょう。 2. 子供は絶対に優先する。子供がたくさん先頭車両にいて全面展望を楽しんでいるときは撮影は避けましょう。邪魔だ、どけなどと言って強引に撮影するのは言語道断です。鉄道は子供たちが優先だと私は思います。 3. 可能なときは撮影前に運転士さんに挨拶をしておく。乗り代わりの駅などで運転士の方と話す機会があったら一言からまで全面展望を撮影させてもらっていいですかと言っておきましょう。一言言っておくことで運転士の方にプレッシャーをかけずに済みますし、撮影に有利になることがあります。あとは許可が取れた場合を除き、運転士さんの真後ろからは絶対に撮らないようにしましょう。非常に大きなプレッシャーを与えてしまいます。全面展望を取りやすい車両について、前面のガラス部分が広い車両がおすすめ。
関西だと JR 西日本の新快速などに使われる223系が特に取りやすいと思います。大和路線などで使われる221系も取りやすいです。補足として広島地区の227系も取りやすいかと思います。難易度が高いのは地方ローカル線だと思います。速度はゆっくりですが線路幅が狭くカーブが多いのでたまに左右に吹っ飛びます。車窓なら大丈夫と思いますが全面展望動画を撮影するときには十分気をつけてください。鉄道全面展望動画の編集について、鉄道の全面展望動画を撮影し終わった後はいよいよ編集です。個人的にここが一番大切だと思っています。動画を YouTube などに投稿するにしろ自分だけの思い出にするにしろ撮りっぱなしでは感動は半減です。ぜひ文字、テキストや音楽を入れて一つの作品に仕上げましょう。私は映像に関してはド素人です。カメラの扱い方の知識や画質へのこだわり、編集の美しさなどは YouTube に全面展望動画を投稿している他の方々の足元にも及びません。なので自分が見たいなと感じる編集をしています。私のこだわりは地図、日本のどこを走る電車なのかと停車駅、通過駅の情報を概要欄に必ず入れるようにはしております。編集ソフトは Windows に標準装備のムービーメーカーで十分だと思いますが、ただしテキストを1画面に2種類入れられないなど制限があるので、もし経済的に余裕があるのなら有料ソフトをお買いいただくのがいいと思います。今私が使っているのは皆様ご存知の通りサイバーリンクのタワーディレクター14アルティメートスイート通常版を使用しております。今回はここまで。また次回もお楽しみに。ほんじゃあ、またな。